はい、というわけで皆さんこんにちは、シャントラです。ここは JR 西日本の岡山駅。本日はですね、引退まで2週間を切った381系ヤクモ号に乗ろうと思いまして、今回はヤクモ9号に乗って出雲市まで向かっていこうと思います。それではですね、本日もよろしくお願いします。今回乗車する特急ヤクモ9号出雲市行きなんですけど、この特急ヤクモ号はですね、381系の中でもですね、国鉄色に塗り替えられたヤクモ号なんですね。動画撮影日はですね、381系が引退するまでおよそ2週間を切ったという頃だったので、やはりですね、381系にカメラを向ける人もですね、日ごとにですね、多くなってるなっていう気がします。さて、奥からやってきました。今回乗車するですね、国鉄型381系特急ヤクモ国鉄色から特急ヤクモ9号出雲市行きです。今回これに乗ってですね、終点の出雲市駅まで楽しんでいきたいと思います。381系特急ヤクモ号はですね、42年前の1982年から運行を開始しました。昭和、平成、令和と駆け抜けた特急ヤクモ号381系もですね、もう間もなく引退すると、そういう時期でございました。私はですね、国鉄という時代を知らなかった人間なんですね。国鉄時代は私は生まれていませんでしたから。そんな中ですね、国鉄時代を実際に肌で体感する方法というのがですね、この国鉄車両に乗るということでした。その中の一つがですね、381系です。私はですね、岡山に住んでいた人間ですから、よくこのヤクモ号には乗っていました。さて、381系国鉄ヤクモはですね、ゆっくりと岡山駅を出発しました。ここから山陽本線、伯備線、山陰本線と渡って島根出雲市駅まで向かっていきます。列車は6両編成で運転しています。前の車から1号車、2号車の順に、一番後ろの車が6号車です。グリーン車は1号車です。特急ヤクモ号は全席指定です。号車番号、座席番号を確かめください。お手洗い、洗面所は1号車、2号車の後ろより、4号車の前より、5号車の後ろよりです。途中の停車駅は倉敷、備中高橋、新見、庄山、米子、安木、松江、玉造温泉、新地です。次は倉敷です。11時24分に着きます。まもなくですね、別名ジーンズの街とも呼ばれる倉敷に到着です。今到着してきた列車もですね、115系と言いまして、国鉄時代に作られた車両です。ここ倉敷を出て数分か経ったぐらいでですね、山陽新幹線と交差していきます。運が良ければですね、新幹線が見れるんですけど、まあそんな都合よくうまくいきません。ただいまですね、総社駅を通過しています。この総社駅からは桃太郎線が分岐しています。総社駅はですね、一部の特急ヤクモ号も停車します。伯備線はですね、この高梁川に沿って、まあ線路が敷かれています。本当にですね、天気の良い日はこの高梁川をきれいに眺めることができます。
まもなく備中高橋駅に到着です。備中高橋駅にはですね、高橋市立図書館が併設されています。僕もですね、受験時代よくそこでですね勉強していました。この特急やくも号国鉄のですね381系に乗って、まあそこで勉強したわけですけど、もう引退してしまうんですね。そしてですね、A級グルメの街新見に到着しました。新見からは紀新線が分岐していきます。そして今備中小城駅を通過中です。この備中小城駅からはですね、もうほとんどもう本当に赤字路線のですね芸備線が分岐していきます。この備中小城駅がですね分岐駅として存在するのは一体いつまでになるのか。いつ廃線になってもおかしくないですからね。芸備線は廃線になる前に一度でも多く乗っておきたいものです。足立駅に停車しました。この足立駅で特急やくも号との行き違いを行うんですけど、やってきたのはなんと緑やくもでした。この緑やくもですね、つい先日引退しましたね。車内はですねこんな感じでほのぼのとした雰囲気が流れていました。今見えているのがですね、中国地方で一番高い山、大山です。ほうき大山駅通過手前でですね、日本で一番長い路線の山陰本線とですね合流します。ここから特急やくも号はですね山陰本線に入っていきます。13時32分。
沖縄線与野江大山口方面普通鳥取行き3番乗り場から13時40分和歌山五島与那空港方面和歌山行き和歌山0番乗り場から13時37分です車内にスマートフォンお土産品などお忘れ物ございませんようお手回り品をお確かめください与那号を出ますと次は休みに止まりますご乗車ありがとうございましたまもなく与那号です足元を気をつけてお降りください与那号駅を出発しました。与那号駅を出ますとですね、まあ、扇形の車庫がありましてですね、まあ、いろんな車両が、まあ、止まっているわけなんですけど、まあ、一番ですね、目に残っていたのはですね、まあ、かつて奥出雲オロチ号で使われていた、まあ、機関車でございます。いや、本当に1年ぶりではないですね、約半年ぶりの再会。いや本当に懐かしいですね。ぜひですね、奥出雲オロチ号の動画も出していますので、ぜひそちらもご覧になってみてはいかがでしょうか。そしてですね、与那号駅を出発して一番面白いのはこれ、たくさん路線があると思うんですけど、これがですね、最終的には1本に集まります。もうすでにこの本数まで減りました。どんどん減ってきますよ。どん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 減って、ほら最終的に1本になりました。で、その一本もですね、行き止まりなんですね。進行方向右側を見てみますとですね、雄大な新宿を見ることができます。新宿駅からですね、徒歩何分ですかね。7分くらいですかね。でですね、新宿が見えるスポットまで行くことができます。いやー、ついにここまで来ましたね。これで381系統はですね、本当におさらばということになります。いや、もう一回ですね、夏の臨時列車とかで走ってくれないかなとは思って期待はしているんですけど、本当にこれが最後の乗車となるかもしれません。新宿駅に到着しました。新宿駅ではですね、木月線普通列車ビンゴ落合行きに接続をしています。終点出雲市から大田市江津方面普通浜田行きはこの列車からお乗り換えのお客様をお待ちして発車いたします。ついにですね、出雲市駅に到着してしまいました。これをもってですね、まあ僕は多分380系に乗ることはできないと思います。そしてですね、この381系はですね、日本最後の国鉄型特急定期運行ということですね。まもなくっていうか、もう動画が出ている頃にはですね、もうすでに引退してるかもしれません。本当にありがとうございました。というわけで今回はですね、国鉄特急やくも号乗車記でした。本日もですね、ご視聴いただきましてありがとうございました。またですね、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。